おはようございます。おはようございます。アレリア。おはようございます。電話来た。もう本当に、大丈夫ですよ。いたずらで。おはようございます。おはようございます。今日は曇りですけど、外に出ます。リチェさん、おはようございます。それでは行きましょう。スタートしましょう。6月29日水曜日。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々は終わる。イザヤ60-20。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆きの日々が終わる。I, the Lord, will be your everlasting light, and your days of sorrow will come to an end.I, the Lord, will be your everlasting light, and your days of sorrow will come to an end. 皆さん、イエス・キリストを信じることによって、嘆きの日々が終わる。嘆きの日々が終わる。悲しみの日々が終わる。イエス様が永遠の光。イエス様が永遠の光。皆さん、もう嘆くことはないのです。もう悲しむことはないのです。私たちは永遠の光。永遠の光であるお方。永遠の光であるお方。イエス様を知ったのです。今日は曇りですね。永遠の光の方を知ったんですね。それでは行きましょう。多くの人は嘆いてます。さまざまなことを嘆いてます。多くの方はですね、多くの方は嘆いてます。嘆きの日々です。しかしそれを、永遠の光であるお方、イエス様と、イエス様を知ることによって、イエス様と出会うことによって、イエス様と一緒にいるということが、イエス様と一緒にいるということが喜びの日々に変わるんです。多くの人は嘆きの日々です。悲しみの日々です。それは、闇の中にいるからです。闇の中にいれば誰だって、嘆きます。闇の中にいれば誰でも、不安であり、恐れがきます。永遠の光、永遠の光のお方。この伝道放送はイエス様を紹介する、イエス様紹介放送ですね。イエス様紹介放送、イエス様を知ってほしい、信じてほしい、信頼してほしい、見てほしい。イエス様が永遠の光であること、イエス様が永遠の光であることを知ってほしい。そしてその光を受けてほしい。その光を受けてほしい。
皆さんがその闇の中から出てほしいのです。現実には闇じゃないかもしれません。しかし霊的には闇なんです。その闇の世界から、皆さんが出てほしいのです。闇から出て光の中に入ってほしいのです。光の中、驚くべき光の中と書いてあります。驚くべき光の中、イエス様の国、神の国は光の国ですね。光の国です。その光の国の中に、入ってほしいのです。闇から出て、闇から出て光の世界に入ってほしいのです。そして私たちが闇から光、驚くべき光の中に入ったのは、イエス様の十字架という御業、イエス様の十字架という御業の結果なんです。その、十字架によって、十字架によって、私たちは、その光を受けるのです。十字架から光が解き放たれているようです。十字架によってその十字架によって永遠の光が解き放たれているようです。重いですね。ここ行きたいですね。はい、それではですね、はい、はい、ここは公園ですね。公園の敷地のところに止めてます。はい、ここは一度来たことがありますね。まず綺麗な花があります。ちょっと見てみましょう、ね。綺麗な花があります。そして、これはベコニアですね。そしてここは非常に、ね、
綺麗なとこです。ベンチはちょっと濡れてるね。ベンチは濡れてます。はい、ここはですね、すごくこう、なんて言うんでしょうかね、小さなせせらぎがありますので、そこをちょっと行ってみましょう。そういうわけで、私たちは闇から、闇から光、闇から光の中に、入ることができます。クリスチャンはそういうわけで、その、クリスチャンも以前は闇の中にいたけど、クリスチャンも闇の中にいたけれども、私たちは光の中に入ります。せせらぎがありましたね。いい感じですね。いいですよ。池がありますね。そうですね。皆さんが、皆さんがここで学んでいます。イエス様の教えを学んでいます。その、御言葉が光とも書いてあります。皆さんが理解する。霊的なことを理解する。神様の教えを理解する。それが、光の中ではないでしょうか。神様は、その、神様が作った人間が、理解してほしい。霊的なことを理解してほしい。ちょっとベンチがあるんですけど、ちょっと濡れてます。ちょっとベンチが濡れてます。こっちも濡れてるかな。あ、ちょっと乾いてるね。ちょっと乾いたところ。少し乾いたところを探しました。よいしょ。少し濡れてますね。神様はですね、神様の、この教えを理解してほしい。神様のね、そのことを知ってほしい。神様のことを知ってほしい。神様の作った自然界は綺麗ですね。節子さん、アメン。そうですね。私たちは、
神様の作った自然界の中で生かされています。そして私たちはこの自然を見るときに、神の素晴らしさを知ることができます。神様はいろんな形で教えています。いろんな出来事を通して、自然界を通して、いろんなことを通して神様は教えようとしています。そして、ポイントはですね、その神を知るポイント、光の中に入るポイント、そこには入り口があるということです。その入り口はたった一つしかないのです。神の国に入る入り口、光の国に入る入り口はたった一つです。それがイエス様だということです。私は門である、私は道である、そうおっしゃいました。イエス様という門、イエス様という入り口ですね。その入り口から入らないと、光の国に入ることはできません。神の国に入ることはできません。その、イエス・キリストを信じるというのはその入り口なんです。そして私はですね、その入り口の前に立ってですね、何でしょうかね、客引きって言葉が悪いですね。客引き、どうぞどうぞお入りください、お入りください、ようこそ神の国に、ようこそ光の国に、ようこそ皆さんどうぞ無料です、入ってください、闇から出てください、光の中に入ってくださいと、そうキャッチしてるわけですね。キャッチしてるわけです。ぜひ皆さん、もう入り口に入った方もたくさんいると思いますけど、まだどうしようかな、入ろうかな、怖いな、何があるんだろう、でも入ってみたいな、なんか明るいな、向こうの方は明るいなということで、その入りたい、入ろうかどうか悩んでる人もたくさんいると思います。ぜひ皆さん、たくさんの証があります。光の世界がどれほど素晴らしいか、光の世界がどれほど素晴らしいか、証があります。たくさんの方が光の世界に入りました、光の世界に入りました。ぜひ皆さん、悩んでる方、苦しんでる方、嘆いている方、嘆きの日々が終わります、嘆きの日々が終わります。イエス様が永遠の光です。イエス様が永遠の光です。このようにね、このように光として来られました。光に近づく者、真理を求める者は光に近づき、悪を行う者は光を憎むとあります。悪いことをしている人は光を憎む。なぜかというと、悪いことをしていることが、この暴かれてしまうからですね。結局光というのは、物事が見えるということです。悪いことをしている人は、悪いことを隠したいわけです。悪いことを隠したいということは光を憎むということです。クリスチャンがなぜ迫害されるんですか？それは、自分の悪いことをですね、暴かれてしまうからですね。自分の悪いことをしていることを暴かれてしまう。だから、そのクリスチャンは迫害されるんです。クリスチャンはある意味では世の光、イエス様が光ですが、クリスチャンもそのイエス様の光を反映して光になります。兄弟姉妹の皆さん、私たちは世の光です。私たちが光れば光るほど、この世は私たちを迫害しますけど、それはこの世の、悪が暴かれてしまうからですね。この世の悪が暴かれるので、クリスチャンは迫害されます。でもクリスチャンは迫害されればされるほど、クリスチャンは迫害されればされるほど、さらに光り輝くと言ってもいいかもしれません。ですから、
兄弟姉妹の皆さん、私たちは、その闇の世界の中で、星のように輝くんです。夜空の星のように、夜空の星のように私たちは、この世で輝くのです。こっち行ってみましょうか。皆さんが証しをするというのは、それは、光ることではないでしょうか。皆さんが伝道することは、光ることではないでしょうか。イエス様の光を解き放っている。まあ、放送という字は、放って送ると書きますね。放送。放って送る。まさになんか放送は、光が放っているような、そういう、イメージがあります。ここにちょっと公園がありますね。公園があります。ちょっとした公園ですけども、これ前に他の公園でちょっとパソコン持ってやったことがありますけど、これパソコン持っては危ないですよね。前にやったことあるんですね。チャレンジしてみますか。パソコン落としたら壊れちゃうんですね。ないかな。片手ですからね、皆さんね。片手運転。片手でできるかな。ちょっと待ってください。行きますよ。できるかな。落ちちゃうかな。ちょっと難しい。やめた方がいい。やめた方がいい。成功。成功しました。おとといはチャースクールで木登りしたんですね。で、木登りはちょっと危険なんですけども、まあ、低い木をですね、登りましたけど、木登りもちょっと危ないです。気をつけないとね。今度はブランコですけど、ちょっと濡れてますね。ブランコはやめときましょう。こちらにね、ちょっと池がありますから行ってみましょう。前にもこう来たことがありますね。ハレルヤ、ハレルヤ響きますね。ここにもちょっと公園がありますね。結構人がたくさんいますね。人がたくさんいます。
こういう意見がありますけど、そうですね。はい、それではメッセージ、あ、明石はまだ早いかな。あそこでなんか縄跳びやってる人がいますね。ちょっと聞いてみてもいいですか。あの縄跳び移しちゃまずいですか。縄跳びしてるとこ映したらまずいですよね。ちょっと縄跳びやってる方がいるんですけど、いいですか、映しても。この辺からだったら映してもいいですか。ああ上手ですね。ありがとうございました。いや面白いなというですね、それでは明石タイム行きましょうかね。じゃあ座ってる方がいいですね。じゃあちょっと待ってください。座ってからやりましょう。それではですね、どこがいいでしょうか。この辺でいいですね。よし、それでは明石タイム行きましょう。明石タイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、光の世界に入った証、イエス様を信じて、嘆きの日々が終わった証、悲しみの日々が終わった証、世界が見えるようになった、人生が見えるようになった、この世が見えるようになった証、闇から光の中に入った証、スタート。イエス様の優しさに包まれて、目に映るすべてのものがメッセージでした。キューちゃんに出会えて本当によかった。イエス様に出会えて本当によかった。おはようございます。あの、ワンちゃん映してもいいですか？何犬ですか？ゴールデンです。ゴールデンリトリバー。はい。ああなんかすいません。いい、興味津々で興味津々、ね、ねえ、あのおとなしい犬だそうですね、ゴールデン。あ、そうですね、ね、人見知りしないんですね。あ、そうですね、お大事散歩から帰って息が上げます。ね、やっぱりね、ワンちゃんにとって散歩大好きですもんね。一日一回ですか？2回。あ、一日二回。わあ、朝と夕方。必ず2時間ぐらい。ああ、素晴らしい。2時間ずつ。各1時間。あ、1時間。ああ。
わあ、それすごいですね。ねえ、1時間散歩結構大変ですよね。そうですね。最後の方はバテてすいませんでした。ちょっとですね。あら、画面が出ない？画面が出ない。あ、すいませんでした。ちょっとなんかパソコンが落ちてしまいました。申し訳ありません。パソコンが落ちた理由はちょっとわからないんですけど、どこまで皆さん見えてたんでしょうかね。どこまで見えてたでしょうか。今、ちょっとコメントを。はい、すいません。今、ちょっとコメントがまだ見えてないんですけど、今
まあ、ワンちゃんと出会ったんですけど、どこまで皆さん見えてたでしょうか。今ちょっとコメントを出します。ちょっと待ってくださいね。証が途中でした。ごめんなさい。少し固まってますかね。これでコメントが見れるでしょう。はい、これでコメントが見えます。あ、見えました。あ、ワンちゃんのところ少し見えましたですか？回線がブツブツ。はい。ワンちゃんのところ少し見えましたでしょうか？カメラもちょっと舐められちゃいましたけれども。電波が悪い。ああ、すみません。どうですか？少しワンちゃんのところ見れたでしょうか？電波が強いところでやってほしい。はい。いに見えました。そうですか。そうですか。ちょっと電波が弱いようですね。はい。そうですか。電波が弱い。じゃあもうちょっと移動しましょう。どこに行ったらいいのかちょっとわからないんですけど。電波が弱すぎる。いや、私の場合電波強いんですけど、おかしいな。一応電波は強くありますね。らしいです。はい。それでは証行きましょうか。ね。どこかな。ちょっとせせらぎのある。はい、じゃあですね、証行きましょう。すいません、証が途中途半端でした。それでは証続き行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、光の中に入った証、イエス様を信じて光の中に入った証、スタートスタート。イエス様の信じて嘆きの日々が終わった証、悲しみの日々が終わった証、スタート。イエス様がいるからこの世は明るいんだと分かりました。アメン。イエス様がいるから、イエス様がいるからこの世は明るいんだと分かりました。イエス様への信仰に毎日燃えています。イエス様への信仰が毎日燃えています。お寺から解放されました、節子さん。お寺から解放されました。
イエス様がこの世にいると思うと心が洗われるようです。悲しくて泣くことがなくなりました。悲しくて泣くことがなくなりました。イエス様を信じて痛風治っちゃった。今日はハロバじゃなくて教会に行くことにした。信仰のおかげで天国へ行けそうな気になってきました。イエス様のおかげで毎日元気です。バルナバさん、イエス様を信じて明るい未来に進もうと思います。イエス様が共にいてくれると思うと怖いものがなくなりました。イエス様を信じるにはどうすればいいのですか。ただ信じますと言えばいいんです。ただ信じます。信じると決心しましょう。信じると決心して口で告白するのです。イエス様を信じたら体が軽くなりました。イエスキリスト様のために命を捧げます。イエス様を信じて今日も会社に行きます。暗黒放送見なくなった。アメン。どうもありがとうございました。犬をね散歩させてる方が意外と多いですね。犬を散歩させてる方が多いです。はい、コメントは、緑色は目に優しいと思った。そうですね。
緑の色は、心をリラックスさせるというのを聞いたことがありますね。コメントはないでしょうか。コメントは、明かしコメントはないですか。たくさん、ここはね、やっぱりこう、公園っていうと犬の散歩場でもあるかもしれませんね。芸能界はサタンによって支配されてると思った。それは言えるかもしれませんね。この世はサタンに支配されてますから、いろんな世界がサタンに支配されてます。イエス様に懺悔すれば今までの罪は許されますか。許されます。犬のように忠実にイエス様に仕えたい。アメン。そうですね。犬は、よく言うことを聞くわけです。そういう意味では、犬を見て、忠犬ハチ公じゃないですけど、犬を見て、イエス様に忠実なものになりましょう。犬から学びましょう。イエス様に忠実な、イエス様に忠実な信仰。イエス様に忠実な信仰。悪魔が来たら吠えましょう。悪魔が来たら吠えるのです。そして、イエス様に忠実に会いましょう。神様が犬を作ったのは、そういう、従順を教えるためではないでしょうか。神様が犬を作りました。それは、人間に従順を教えるためです。もし神様に不従順ならば犬以下ということになります、多くの方は、神様に不従順なので犬以下ということになります。ぜひ皆さん、私たちは、犬のように犬のように従順になりましょう。罪というのは神様に不従順ということですね。不信仰、不従順、不誠実、神様に対して従わない、神様に従わない、それが罪です。しかしイエス・キリストを信じると私たちは従順を覚えます。自分勝手に生きる。それが罪ですが、イエス様に聞き従うという、それこそ信仰なんです。信仰というのは、神様に聞き従うこと。神様に聞き従う。それが、信仰です。それでは帰りましょう。はい、それでは行きましょう。
神様が光、イエス様が光という話、そして、信仰というのは闇から出て光の中に入るという話をしました。闇とは何か、闇とは、霊的なことがわからない、霊的なことに無知である、悪魔の嘘の中と言ったらいいでしょうか。間違った生き方、間違った考え方、間違った思い、罪の中で生きること、それが闇だということですね。欲で生きるとか、罪の中を生きる、それがですね、闇の中ということになります。私たちは、そういう、私たちは以前闇の中にいました。私も欲で生きていました。自分勝手に生きてました。自己中で生きてました。自分の考え、自分の思いで生きてました。まあ、それが闇だということですね。どこ行くかもわからないで。その場その場の、その欲に導かれて、欲に導かれて隠れてというか、悪いことをしながら、悪いことを隠しながら生きていたというか、神様が見ているにもかかわらず、神様がいなくて、見られているということを思わないで、神なんかいないんだということで、悪いことを人に見られなければ大丈夫だ、人に分からなければ悪いことをしていいんだと、そういう生き方の中で闇の中を生きてました。しかし、イエス様を信じた途端に、私たちはその、いつも神様に見られてるんだ、つまり悪いことはもうできないのです。人には隠れることができても、人には内緒で悪いことができても、神様は見ている、神様はいつでも見ている。神様は知っているということが分かったので、私たちは悪いことができなくなるのです。それが光の中です。皆さん、昼間にですね、正々堂々と悪いことをできないでしょ？夜だったら、人がいなかったら悪いことをしやすいんですよね。罪というのは、その、人に隠れてするようなことなんですね。ですから光の中に出るということは、悪いことができなくなる、しなくなるということです。闇の中にいるということは、平気で悪いことをするということですね。闇の中にいるということは、平気で悪いことをする。光の中にいるということは、悪いことができなくなります。ぜひ皆さん、人生は、裏街道を歩かないで、日の当たる道を歩みましょう。人生ね、日の当たる道です。日の当たる道を歩みましょう。裏街道を歩いてはいけません。イエス・キリストを信じて歩むということは、光の内を歩むのです。光の方と一緒に歩む、光である方と共に歩む、それが、信仰生活です。そしてますます光に近づきましょう。ますます闇から離れ、ますます、暗闇の技をやめていくのです。
悪いことの技をですね、やめていくのです。はい、着きました。今日は途中でですね、パソコンが落ちてしまって申し訳ありませんでした。時々あるんですけど、今日はちょっと珍しいですね。ワンちゃんが舐めた途端に落ちたんじゃないかと思うんですけど、ワンちゃんがパソコンを舐めた途端に、パソコンがおかしくなっちゃったのかもしれません。今日は、放送いかがだったでしょうか。何か思わされたこと、何か、信じようと思った方もいるんじゃないかと思います。招きをしましょう。今日の放送を見て、確かに、嘆きの日々だ、嘆きの日々だ、これからは喜びの日々が送りたい、喜びの日々を送りたい、もう闇の中は、真っ平だ、闇の中で生きるのはもう嫌だ、光の世界に入りたい、光の世界に入りたい、そのいろいろなことを知りたい、人間とは何か、人間はどうするべきなのか、将来どこに行くのか、そういうことを知りたい方、この世の中で、この世の闇の中だけで生きていくのではなく、本当の光の世界、本当の光の世界の中で生きたいと思う方、アメンと言ってください。アメン、アメン。闇から出たい方、嘆きの日々をやめたい方、嘆きの日々をやめて、光の中で歩みたい方、アメン、アメン、アメン。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 天の父様、感謝します。今日の放送感謝します。今日は、闇と光。闇と光について学びました。私たちは、あなたが光ですから、あなたと共に歩むということは、光のうちを歩むということです。あなたから離れることによって闇の中に入っていきます。イエス様を信じるということは、光のところに来る。光の方のところに来るということです。悪いことをしている人は光を憎みます。しかし、真理を行う者は光を愛します。イエス様、私たちは真理を愛し、あなたを愛します。光を愛します。光を愛します。今、アメンと言った方々が、光に近づいて、清められますように、救われますように、光の中を歩みますように、イエス様、リスナーの人たち、全員が光の中を歩めるように、光の中を歩めるように、助けてください。闇の日本が光の日本となりますように。闇の日本が光の日本となりますように。日本を、あなたが日本で、輝いてください。光であるあなたが、光であるあなたが日本で輝いてください。日本で輝いてください。日本で輝いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。日本は明るくなります。日本はイエス様によって明るくなります。明るくなります。光日本になります。闇日本から光日本になります。日本は明るくなります。皆さんは明るくなります。皆さんの人生は明るくなります。それでは皆さん、明日の朝はツイキャス。今日の夜は、ニコ生です。それでは夜8時に。シャローン、シャローン、シャローン、シャローン。